えっと、秋楽器のですね、えっ、ー、と、最初の情報の教養学講演シリーズ、えー、となっております。で、えっ、ー、と、本日はですね、もう早速ですけれど、 えっと、東京女子大学教授、えー、かつ軍事史学会,会会長の黒澤文隆先生に、えー、とご講演をいただきます。内容はですね、あの昭和の歴史と戦争を考えるということなんですけれど、あの、このようなあの軍事とか、えー、と歴史とかその,の,の専門家ということでもありますので、えっ、ー、とあの、いろいろと視線に富むような、えー、とご発表、ご講演になるかと思いますので、えーと、ご清聴をお願いいたします。では、あの、さあすみません、一点、えーと、いつものことなんですけれど、えーと 録画しておりますので、えっ、ー、と顔が映りたくない方は決して後の方を見ないでください。ではすみませんが早速ですがよろしくお願いいたします。えっとあのただいまご紹介いただきました東京女子大学の黒沢と申します。えー、本日はあのこういう機会を与えていただきまして、えー、ありがたく思っております。あの着席させていただいてあのお話させていただくということにいたします。 えとそれであの、の今日お話しさせていただく内容はですね、あのお手元に、あのまあ、レジュメといいますか、えー、概要を記したものをご用意いたしましたので、まあ、それをあのご覧ください、えー。お手元のペーパーのタイトルは、まあ、今回のタイトルと異なっておりますけれども、あのまあ、今回の、あの タイトルに即してです、ね、この中のバレスタペーパーの中の、まあ、全部ではなくて、えー、関連する部分を、まあ、特にお話しするということにいたしますそれであのまあ情報ということで、えー、側面から考えますと、えーまあ、すぐ現代的なですねあのものが思い浮かぶわけですけども 考えてみますと、歴史というものもです、ね、もちろん、これは、まあ、過,去の過去に起こった出来事等のですね、えー、ことを伝える情報であるというふうに捉えることもできると思います。で我々はそういった過去,、まあ、過去情報をです、ね、どういうふうにして、まあ、今日、理解し、理解していくのかと。 あるいは後世に伝えていくのかということが問われるわけでありますけどもまずそもそものところでですねあの、まあ、今日歴史にまつわるお話ですので、まあ、その歴史とは何ぞやっていうのはこれもまたお話ししだすと <laughs> 非常に長くなりますけども、まあ、簡単に言えばあの歴史は過去に起こった出来事を、まあ、資料をもとにして 後世、えー、に伝えていくというものですね。もうこれは分かりきったことです。で、もう一つ分かりきったことは、ですから歴史あるいはまあ歴史学研究というのは、えー、もちろん現状分析ではないということですね。あくまでも過去に起こった出来事を、えー、考えていくものだということです。ですから現状分析するのは、これはもう政治学であるとか、 まあ他の経済学であるとか社会学もそうかと思いますが、まあ、そういったものがあるわけですね。あくまでも過去の出来事を対象にしてるんだということです。でそうしますとじゃあ過去っていうその扱う過去はですねじゃあどれくらいぼそこの,のぼった過去を扱うんだろうということなんですね。 だからまあ現在我々、現在研究者がいて、まあ我々がいて過去を見るわけですけども、その、その過去の出来事との間にどれくらいの時間的距離があると歴史になるのかと。歴史学の研究の対象になるのかということなんですよね。えー、そこら辺いかがですか何年ぐらいあるいは何日何十年 学問の,の対象としてです、ね、そうですね。はい、<laughs> まあでも素朴なところでいいですよ。<う>学問分野っていうことにこだわらないと。一日でも僕は歴史になるなっていう個人的にはないと思います。 この話からよくかるんですけど観点を変えれば今我々がここ生きてるこの時点もある意味では歴史だからと言える、うんだな多分まあ先ほどの方が、まあ、昨日も歴史になるんだなって言ったら、ええ、まあそれを、まあ、観点から見れば明日から見る今日は歴史になるというものなので、うん、基本的に我々生きていきながらまあ歴史という、まあ、大きなフィルムの中で、まあ、あと、まあ、残して うあ他にもあのいろいろ何年あの、まあ、何日何年ってお考えの方いらっしゃると思いますけども、まあ、今あの彼があのお話あの答えていただいたように、まあ、その過去現在未来ってこう時間は流れていくわけでしてですからそういう意味でこの今一瞬も次々とこう歴史になっていくという考え方っていうのは当然あるわけですよね。 ただそうするとじゃあ昨日のことだと例えばすると最初に私申し上げたんですがそれ現状分析とどういうふうに違ってくるんだろうという疑問は出てきますよね。ですからまあ,あの歴史っていうのはそういう点でいうと過去現在未来なんですけどもどっかで時間を区切らなきゃいけないっていう行為がまずあるわけですよね。ど,っか,か,どっかを過去にしななきゃいけないけと 過去のものもとして考えだからそうするとそれの時点がまあ時間現在との時間的距離ってことになるんですがまあどれくらいだろうっていうところをですね、えー、があるんですねまずそれでまあそこをどれくらいにとるかっていうことはですねあの時代によってもまあ人によっても違ってくるかもしれません。ただ、まあ、戦前のですね、 学会の常識から言うと大体それは50年っていうふうに言われたんですね。で、えー、私はもちろん戦後生まれで、えー、1970年代に大学生でしたけどもその段階でも、えー、歴史っていうのはとにかく昔の古いことを取り扱うそれは少なくとも50年経たなきゃいけないというのは、えー、教えられて んですよね、だからまあ少なくとも1970年代の学生はそういうふうに勉強してきたということです。それであの、まあ、50年というのは一つのははつ考え方にはなるんだろうと思いますね。ねただ今日的に言うと50年っていうのはいかにも古すぎるんではないかというふうにも言えるわけでして、まあ、そうすると例えば外交文書の公開ってなります。で あの今日本外務省がやってる外交文書の公開っていうのは基本的に言うと30年原則でやってます。これはあの情報公開法の,あの開示請求とは別ですね別の,あの施策としてやってるわけですけどもまあ30年ぐらいっていうのも一つのそういう資料記録を公開していくという観点から言うとですね30年ぐらいっていうのもまあその50年ではなくて考えられる。 期間というふうふには言えるかもしれません、ねまああとはあの例えば自分が生まれる前は歴史だと考える人もいらっしゃるかもしれないということですけどまあそこら辺必ず何年ということではないんですけどもまあまず申し上げたいことはですね要はやはりあの現在の我々とその過去に起こった出来事という過去との間にはそれなりの時間的距離が必要であるということです。 で、それは、やっぱりも、あの、一日ではないだろうということですね。やっぱり何年と、何十年という距離なんだろうということです。それで、まあ、そう考えますとですね、今日お話しするのは、まあ、昭和戦前期、そして太平洋戦争の道っていうものをですね、戦後の日本人がどのように考えてきたかということをお話し,したいんですけども、そうすると、そもそも日本人がですね、 えー、戦後の日本人が、えー、その昭和戦前期の歴史っていうものを、えー、その歴史に対する理解をですねいつ,いつぐらいから形成したのかということがまあ問題になると思うんですね。それであの昭和戦前期あるいは太平洋戦争の道を巡るこの歴史理解っていうものの原型をですね、えー、4つにまとめてみます。 で一つが、えー、満州事変から、まあ、日中戦争を経て太平洋戦争までのこの昭和戦前期の戦争ですねこれを連続する一連の戦争であるという見方ですね、まあ、いわゆる満州事変日中戦争太平洋戦争というふうに一連の戦争であるということですね、まあ、これはあの例えば15年戦争っていう言い方もありますけどもそういうふうなこうネーミングに 表されるような認識の仕方が一つですね。それからもう一つはその太平洋戦争ですね。日米戦争を中心に見る見方ということです。それから3番目。まあ、それと表裏の関係にあるわけですけども、中国あるいはアジア諸国に対する侵略、あるいは加害意識の希薄さが希薄であるということですね。 それからまあ4番目として、えー、軍部、とりわけ陸軍にですね、より多くの戦争責任、まあ、侵略の原因を負わせる見方っていうふうな、まあ4点ぐらいにまとめられるんじゃないかと思うんですね。で大体皆さん学校教育ではそういった見方で、えー、学んできたと思うんですが、えー、どうでしょうか。 今4つにまとめましたけどもこの4つの歴史の見方に非常にあまあ4つの見方っていうのは自分にとって特に目新しい見方ではないと思うんですがいかがでしょうかねでもし皆さんその今お話しした見方がですね自分にとってあんまり違和感がないとするならば今挙げたような見方を皆さんも既にしてるわけですよね。 それがいつから形成されてるかっていうことです。で、遡っていきますとですね、それは、占領直後から、まあ、占領軍である GHQ がですね、えー、占領政策の一環,一環として、えー、ある種、ルフしたですね、太平洋戦争士官、あるいは、まあ、東京裁判で検察側が打ち出した、えー 昭和戦前期の日本の歴史の日本の姿、まあ、そういったものに実はたどり着くんだということです。それで1945年の12月に日本はそれまでの戦争の大東亜戦争と言ってたわけですけれどもそれを45年の12月にですねそういった名前を使うのを禁止して JHQ が禁止して それで太平洋戦争、以後太平洋戦争っていう言葉を使いなさいということになりました。で、それとともに、今まで日本国民が知らなかったようなですね、満州事変特に満州事変以降の歴史を、の真実を明らかにするというようなことで、まあ、真相はこうだっていう形のこう新聞連載等が始まってくるということになるんですね。 まあ、そういった GHQ の一連のある種の、まあ、歴史政策と言っていいかと思いますけどもおそういったものがこう展開されたわけですでその一環として、えーまあ、東京裁判も位置づけられるだろうということなんですね。でそれはあの占領政策は日本を非軍事化し民主化するというのが大きな目的でしたので、まあ、それに沿ってですね まあ、日本人があるいは日本が二度と戦争を起こさないそういった国になるあるいは日本国民をそういった民主的な国民にしていく、まあ、そのためのお一環であったというふうに言えるわけです。えー、ですからそのお先ほど言った4点をですね現あの中心とするようなあこう歴史昭和戦前期の歴史の見方っていうのはこれは当然のことながら。 政治性を帯びていいるととうことにはなりますですから学術研究ではもちろんないわけなんですよね。でしかし学術研究ではないんですがその後の日本人の歴史理解に非常に大きい影響を及ぼし、まあ、今日に至るまで、まあ、先ほど皆さんにお聞きしましたように大、まあ、方の皆さんは大体 <laughs> 先ほどの4点を、えー、特に違和感を持たない。 とといううことになると思うんですねですからあの日本人の歴史理解としてそれが継承されてきているということになるわけです。それであのただここで私申し上げたいのはですね何、えー、だと自分たちが思ってたことはじゃあ GHQ がとかですねアメリカが押し付けたのかとこれはまずいというそういうふうなことを 申し上げたいわけじゃなくて、えー、もしそれが間違った歴史理解であるというならばですね、日本人が、あの、占領が終わった後ですね、<laughs> その独立が回復した1952年以降の日本人が、まあそういった歴史の見方はやめればいいわけでありまして、自らが、自らの歴史理解をですね、打ち出せばよかった。 だから最初に押し付けられた、まあ、これを押し付けというかどうかもあれですけど、まあ、そういうふうなこうルフしたものが自分たちにとって不当だと思うならばやはりそれは修正すればいいわけですねところが修正しなかったわけですねあるいはあの修正しないどころかそれをやっぱり継承したんですよね日本人はでそこが重要な点だということなんですね私が申し上げたいのはそれで 日本人がまあ元の,の GHQ などのですね意図はともかくとして日本人がそうした歴史理解にそれなりに納得してまあ腑に落ちたから継承されてきたんだろうということになります。それでまあえ日本人研究者自身のですね研究というものも当然始まってきます。 ただこれは先ほどの時間的距離対象物との時間的距離っていうことで言いますと50年というまあ当時の常識を申し上げたんですけども50年とするとですね1945年に終わった戦争の学術歴史学的な学術研究っていうのは1995年から始めなきゃいけないってことになるわけですね。でもまあそれはそうじゃなかったわけでありますね。 だか,らかなりある種、同時代的にその戦争が終わると同時にすぐにですね取っ、まあ、かかりは GHQ や東京裁判になるんですが、まあ、それを取っかかりにしながら日本人自身もですねその研究を始めていくというそういう状況でしたですからこれは本来の歴史学研究の立場からすると、まあ、ある種、異例な状況だというふうに言えるかもしれません。 あるいはそういう必要性があったということでしょうしまあこの近現代史っていうものがそもそもかなりそういったこう同時代的な分析がなされるそういったまあ歴史学研究でいうと明らかにやっぱり古代史などとはですね違う側面を持っているということになるんだろうと思います。 それであの日本人研究者があの昭和戦前期のです、ね、研究を始めてくるようになるわけでありますけれども、その中で、まあ、代表的な研究がです、ねえー、マーク主義歴史学に基づく、まあ、天皇・制ファシズム論と呼ばれるものがありました。でこの,、まあ、あの詳しい話は もう時間の関係もありますし省略いたしますけどもこのマルクス歴史学をもとにする研究ということで、まあ、基本的にはですね歴史をマクロな視点から捉えるとあるいは構造的に捉えていくという、まあ、そういった形で研究が進められていったということになります。 でこのマル,クス主義マルクス主義歴史学は日本においてはですねあるいはこの天皇制ファシズム論はですね1970年代ぐらいまで日本近代史研究における主流を形成するということになりますですから、えー、歴史教科書などはですね、まあ、このマルクス主義的な歴史観を反映したものがまあ多かったということになるんですね まあそういったところで教科書検定家永三郎さんなんかの教科書検定問題があのまああったということになります。それであのまあそういったですね70年代ぐらいまであの歴史をマグマな視点から捉える研究が日本人自身の手にゆってなされてきます。でこの天皇制ファシズム論においてもですねそのまあ GHQ あるいは東京裁判で打ち出された 歴史理解は基本的に継承されていいくというこ例えば違う点があるとすれば、えー、東京裁判が不問に付しました、えー、昭和天皇の問題これを正面から取り上げるとマルクス主義研究の歴史学はですね天皇制あるいは昭和天皇の戦争責任この問題に焦点を当てるっていうところが、えー、違う点になります。 それでこの、マーク主義的な歴史学がですね、えー、非常に大きい影響力を持った背景は、もちろん世界的に言いますと冷戦構造、米ソ冷戦構造というです、ね、ものが背景にあります。歴史研究も当然、のその時代の影響を受けますので、まあ、今日と決定的に違うのは、その世界、国際関係の構造があの冷戦構造であったと。 そういういイデオロギー対立の時代だったということですね。それで、まあ、そういった構造の中でですねマラクス主義歴史学が大きい影響を持ったんですけどもただあのもう一つはですねそういったあの国際的な構造だけの問題ではなくて、えー、本来学術的な歴史研究を行うにはですねやはり不十分な資料環境があったと。 いいいいううこことととも、まあ、こう申し上げておかなななきゃいけないということなんですねそれであの、まあ、東京裁判は、まあ、これに対する評価っていうのはいろいろあるわけです。まあ、批判的に捉える方肯定する方もいろいろいらっしゃるんですが、まあ、今日は割と批判的な方が強いかもしれませんが歴史学的に言うとですね東京裁判は非常に重要な あの側面があります東京裁判にはそれは何か、まあ、一般的には歴史に対する大きな貢献をしたというふうに言われるんですが、要は、政、え、界、ー、えー正解まあ、寛解などのです、ね、普通ならば出てこないような資料がです、ね、この裁判ということで出てきたということですね、一般に公開されたと。 いうことになります。まあ、例えば、あの、公文書ですね。公文書が、公文書、ま、陸海軍、旧陸海軍文書、それから外務省記録など、えー、GHQ によって摂収されて、それが、えー、東京裁判で使われるということになりますね。それから、ま、多くの、あの、関係者が承認関門されると、承認尋問されると。 いうことで証言記録も残りますそれから、えー、もちろんそういったあの、まあ、例えば被告になりまして永久戦犯で被告になりました木戸康一という天皇の最も身近にいた内大臣という役職の方ですけどもこの木戸康一さんの日記が出てくるとあるいは、まあ、当時の最後の言老でありました西園寺金持という人の まあ、一般的にはその、えー、聞き取りを記録したものなんですがあの西園寺金持ちの秘書,秘書をやっておりました原田熊雄という人がですね聞き取った、えー、記録、まあ、一般的に原田日記というふうに呼ばれますが、まあ、そういったものが出てきたりしますですから本来やっぱり重要な資料ほどです資料はあの同時代的にはその事件が起こった時が一番資料多いです当然のことながら。 ででだだんだんんなななくくっていくといととうことなんですねただ本当に重要な資料っていうのはその事件が起こった時にはですねやっぱり出にくいんですね出てこないっていうのが一般的ですですからその政権中枢のですね本来ならば出てこないはずの資料がもう即出てきたと裁判ということでそれが非常に大きい意味を持っているということになります。 ただ、そういったものはです、ね、裁判で出てきたんですが、えー、じゃあ研究者がすぐに利用できたかというと、実はできなかったんですね。えー、できなかったものはあります。例えば、今申し上げました公文書の旧陸海軍文書はですね、えー、いや外務省記録はアメリカがそのままアメリカ本国に持って帰っちゃったわけでありまして、えー、日本国内で閲覧することはできなかったんですよね。 でこの持っていきました、接収された陸海軍文書、あるいは外務省記録の返還を日本政府は要求しますけれども、まあ、アメリカが基本的には返す必要ないんだというふうな立場などを取ります、でそれはなぜかというと、これは戦利品であるということですね、戦争に勝った側の、これは獲得したものなんだというような立場を取ったりするんですね。ししかしまあ やはり日本は重要な国でありますから、えー、そ,うそういうことで、えーまあ、返還しようということになったわけですで、えー、1952年からですね62年にかけて外務省記録は、まあ、計13回に分けて返還されてきますそれから旧陸海軍文書はですね1958年と1974年ですねに返還されてくるということになります たただこれれは全部が返還されたわけではないんです、ね、ですから例えば外務省記録ですと、えー、現在でもアメリカの、まあ、例えば議会図書館であるとかですね、えー、いくつかのそういう公立,の公立の図書館に分散して、えー、所蔵されてるというような状況ですですからあのわざわざこちらから行ってみないと <laughs> ダメだという外務省記録が依然として存在してるんですよね。 でも現在日本政府は返還要求はしてませんそこら辺はねまあそういったことでですからこの実は1950年代60年代そしてまあ70年代、まあ、特に50年代60年代このマークス主義歴史学が盛んだった時代にはですねこの学術研究を可能にするような まあ資料環境になかったとということも言えるんです、ねまあそういったこともあってそのマクロな分析を行うマークシ義歴史学が主流を成していたということもあるんですね。それでまあそういった状況がですね変わってくるのが1980年代になってきますで、まあ、80年代っていうと、まあ、70年代が戦後30年ぐらい。 ということになりますので、やはりあのまあ、歴史過去の出来事を歴史研究の対象にしていくまあ、本格的に歴史学研究の対象にしうる時代にまあ、入ってきたということだろうと思います。それでまあミクロなですね。資料に基づいてミクロな分析を行うまあ、そういう実証研究というのがですね。本格的な実証研究というのが。 この70年代ぐらいから進展しまして、80年代以降になりますと、まあそういった研究が主流になっていきます。で、一方では、マーク主義的な歴史研究というのは衰退していくというふうなことになるんですね。で、80年代は、えーまあ、89年に冷戦が、まあベルリンの壁が崩壊して、まあそこで冷戦が崩壊すると考えますと、 89年にはその冷戦が崩壊して91年にソ連が亡くなって今のロシアになるわけですけどもまあそういう大きいこう米ソ冷戦構造っていうのが転換してくる時代ですねだからイデオロギー対立っていうのが解消されてくるまあそういう時代にもなってきますですからこう日本において実証的な資料に基づく研究がだんだん進んでくるのとそれ世界情勢が大きく変わってくる それから、まあもう一つ日本人の時間感覚で言いますと、我々の独自の時間感覚っていうのは、な、何ですか我々は西暦で物を考え、西暦だけで物は考えないわけでありますね。ですから昭和から平成89年になりますけども、くしくも同じ89年に昭和天皇がお亡くなりになる。 昭だからまあそうなると本当に昭和っていうのがまあ歴史学研究の対象になり得るというある種の時間感覚っていうものがまあ日本人に生まれてきたということにもなるんだろうと思います。まあそういったことでですね80年代に入ってきますと、まあ、昭和戦前期の研究もですね、まあ、本格的な学術研究をする段階に入ってきたと。 いうふうに言っていいんだろうと思います。で、ただ、ここで問題になりますのはですね、何かって言いますと、じゃあ、その資料に基づいてミクロな分析を、どういう、その、過去に起こった出来事をですね、そのミクロな分析の対象にするのかということですね。この実証研究の対象に、何、 どういうものを対象にするのかということです。でこの何を研究対象にするかっていうのは歴史研究の対象にするかっていうのはもちろんそれぞれの個人に任せられるわけでありますが何を選ぶかによってもちろんそこにそれぞれの個人の価値観が当然入ってきているということですね。この段階から そのアジアにおいて、まあ、日本軍がですねどういうことをやったのかというそういう実態を明らかにしていこうという実証研究ですねこれは非常に盛んになってくるということです。まあ、例えばあの南京虐殺事件、まあ、あのこれ自体あの例えば南京虐殺がここでこれ以降初めて取り扱われたわけではないんですがより本格的にこう取り扱われると。 731部隊の問題、6月戦の問題、そしてまあ従軍慰安婦の問題、あるいは欧米人捕虜の虐待の問題とかですね、まあ、そういったさまざまな中国、あるいはアジア各地における日本軍のまあ行ったまあ侵略、あるいは戦争犯罪の実態、そういったものを解明していこうと。 不問に付された昭和天皇の戦争責任の問題をですね、えー、本格的に追及していこうというふうなことになってくるわけです特に昭和天皇の場合は89年にお亡くなりになった結果ですね、えー、天皇側近の記録が日記がですね、えー、大量に出てくるわけですね、えー、大正から昭和にかけて、えー、昭和天皇が皇太子時代からですね、えー、側近でありました えー、宮内大臣、内大臣あります。牧野信明でありますとか。それから、自重部官庁の奈良、ああ、武市。これは、私が、実は、えー。あの、ほ本,本国って言いますか、あの、みんな、あの、昔の日記野当然あの。崩し字であり、崩しているわけですね。ぐにぐにゃって書いてあります。で、これは、やっぱり、あの。きちんと読んでいくのは、それなりの。 あの訓練が <laughs> 必要になってくるんですけどもですからまあ、えー、英文を翻訳するのと、まあ、ちょっと間違いますけどもあの日本語ですから日本語を翻訳するっていうのは変なんですけども、まあ、ある種そういうような作業をやるわけですねであの図書館に入ってると思いますが「奈良竹寺日記」っていうものを、まあ、私なんかも出しました、まあ、そういったあの天皇のですね 側近の記録がどんどん出てくることで、えー、それで昭和天皇研究っていうのが非常に進んでいくというふうなことになるわけですね。まあ去年あの昭和天皇実録があの宮内庁から出されましたけどもまあそれなんかもそういったあのもちろん宮内庁自身が持っている記録もあるんですが、えー、そういったあの っていうのをお亡くなりになった後にですね、出てきた日記、刊行された日記などを、まあ、資料として使っているというふうなことになるわけです。まあだから、それも資料環境がですね、昭和天皇の学術研究をやる資料環境が初めて89年以降整ってきたということで研究はなされるわけですね。それでまあそういったですね、あのー、領域の 実証研究っていうのは非常に多くなってくるんですね。それでまあそういったものがなぜ多くなったかっていうときに非常に重要な関わりを持ってくるのが何かと言いますと、1982年に教科書問題が起こるんですね。で、ここであのまあ日中日韓の間で、まあ、この教科書の検定をめぐりまして、まあ外交を問題化するわけです。 まあ簡単に言いますと、その教科書検定がその時行われたんですが、82年の検定でですね、侵略っていう記述を検定で、進出に変えたと、そういう報道がされて、それが政治問題、外交問題化したということです。ただこれは、あの、事実関係だけちょっと触れときますけれども、 82年検定で、侵略を進出に書き換えさせたっていうのは誤報です。事実と関係としては誤報なんですね。なんですが、まあ、あの、それはまあ、後で出てくる話でして、えー、まあ、誤報であっても何でもとにかく外交問題化したんですね。で、まあ、そこで、あのー、 まあ今の教科書検定に近隣条項というのが入ってきたりですねして、まあ、ある種の外交決着を図るんですがその日本の歴史研究者の中にですねこういうふうに考える人たちがいたわけなんですねでそれがあのちょっと引用してありますんで、えー、ちょっと読みますが、まあ、かつての,そのマラクス主義研究者天皇制ファシズム論者の人がこういうふうな、えーまあ、ある種の反省をするわけです。 日本では太平洋戦争末期の沖縄戦が一般住民を巻き込んだ地上戦の悲惨な経験として特殊されるしかし日中戦争は中国にとってその最初から最後に至るまで非戦闘員を巻き込む地上戦であったのであるとでその悲惨な実相を我々の歴史研究がこれまでどれだけ明らかにしてきているか明らかにしているようで実は必ずしもそうではないことが 教科書検定の批判を通じて中国民衆から告発されているのではないかというこういうような研究今までの研究上の反省というものが実は出てくるわけなんですねそれでまあそういったところからですねこの日本軍が中国アジアでじゃあ実際に何をやっていたのかとそれをやはり明らかにしていく必要があるんだという その研究対象としての,そのアジアにおける日本軍の実態っていうものがですね非常にそちらに目が向けられていくとで非常に盛んになってくるというふうなことになるわけです。でこれは非常にあのやはり歴史研究っていうのはあの最初から、えー、全ての側面を網羅して研究しているわけではありませんので、まあ、こういった 時代が変わることによってですねあの新たな歴史研究の課題っていうのが当然見えてくるという、まあ、そういったものの一つになるかと思いますでこれによってあのアジアにおける中国アジアにおけるですねそういう実態がより明らかになってきたということはやはり大きい成果でありますでそれによってまあ日本人は 被害者戦争の被害者であると考える人が多かったわけです。まあ、今日も多いわけですが、まあ、それだけではなくて、やはり加害者の側面があるんだというですね。そういった認識がまあ一般化してくるということですね。で、そういう加害者であるという認識が、ですから非常に弱かったわけですけども、う そういう弱かったっていうこと自身はですね日本人の主体として言うと、えー、やはりもっと早くからですねそういう認識に気づくべきではなかったのかということでまあ戦後責日本人の戦後責任そういった歴史を自分たちがきちんと捉え直してこなかったというそういうようなあの、まあ、反省の仕方も生まれてきたりするんですね。 それで、えーまあ、ただですね、ここで、えー、そういった研究上は非常に大きいあの成果といいますかね、あるんですけども、ただ注意しなきゃいけないのはですね、まあ、今日の、まあ、従軍役にしても強制連行の問題にしてもそうですが、あの そういったことのに対する日本政府の責任を明らかにして、まあ、謝罪と保証を求める、まあ、そういった動きとこれが非常に結びついてくると結びつくってことが現実には起こってきたと起こるということなんですねですからこの実証研究学術研究なんですけどもそれがこの謝罪と保証を求める運動と非常に密接に関わってくるということで 実はまあこれ自体がですから非常に政治性を帯びた領域になってしまうと学術研究ですけどもそもそもが政治性を帯びていくというふうなことにもなってしまうわけですね。でそういったところで政治性を帯びるっていうところでこの歴史理解をめぐるまあ国内における対立っていうものがさらに起こってくる新たな対立が起こります。 そして、それがこう起こってくると同時期に、その82年の教科書問題に象徴されますように、歴史問題がそこから国際化してくるわけですね。まあ、代表的なのは日中日韓ということになるわけですが、えー、歴史問題が国際化するというふうなことです。ですから国内的にも歴史理解についての対立はあるんですけども、それが その国際的な歴史理解の対立とパラリンに進行してこうくっついていくと、まあ、運動としてこうくっついていくと連,携連結してくるという、まあ、そういうふうなこう状況より複雑なです、ね、歴史問題をめぐるこう状況が生まれてくるということになるわけですで。基本的にはこれが今日まで続いているというふうに言っていいわけですね。ですから歴史理解歴史認識をめぐる問題というのは 対外的なな問題だけじゃなくてもちろんこれは国内上の問題でもあるということなんですね。それでまあそういったですねあの歴史認識、まあ、国内においてもですね歴史認識がこう、まあ、ある種分裂しているこれをどう見るかってこともあります。分裂は良くないんだ っていうふうふに見る,見る見方もありますしかし要は一つの歴史認識に統一されてないっていうのは、えー、多様な見方をの共存を許してるってことでありますからそういう観点から言うと、えー、それはまあある種、うん、当たり前じゃないかとむしろ多様な見方がある方がですね健全ではないかというふうな言い方もまあできるわけですね。えー、こう歴史理解を一つの方に当てはめる それっていうのがまあ妥当かどうかということにはなってくるわけであります。まあそこら辺はその見方がやっぱり分かれるところです。ただ、えーとまあ、そういうことですが、まあ、ここで次のお話としてちょっとお話したいのはですね、そういった今、まあ、歴史の理解の仕方っていうのが、まあ、国内によっても分裂してくるんだと、まあ、ある種運動あるいは政治性ですね。 政治性が関与、関わることによって分裂するっていうお話をしたんですがただそれは、その実はそもそもですね昭和期の戦争そのものがに由来そのものに由来するんではないかということなんですねもう一つ考えなきゃいけないのそれでまあ例えばちょっと皆さんまたお聞きしますが 日本はその太平洋戦争で負けたんですがどこの国に負けたどこの国に負けたんですかって聞かれるとまっ先に思い浮かぶのはどこの国になりますかちょっとまた同じあれになっちゃいますが例えばパッとまあでもアメリカがまず ほかの方女性の方はどうですかどこの国に負けたんですかって,ってパッと思い浮かぶアメリカなんです。けどのっとあれますけどあああでよねちょ 時間もないんで皆さんにお聞きしたいところですけども、えー、実際はですから連合国と戦って負けたんですからいろんな国が出てきていいんです、まあ、例えば中国中国にも負けたんですよもちろんねなんですがでもまあ多分大方の皆さんは、まあ、真っ先に思いついたのはやっぱりアメリカじゃないかと思うんですよね。 だから我々まずその戦前の戦争を考える場合そ、まあ、そのアメリカっていうのはやっぱり考えちゃうというところがあるわけです。ところが実際は先ほどの,その一連の戦争満州ー代日中戦争太平洋戦争一連の戦争で考えればですねこれはもちろん日中戦争として始まってくるわけです日中間の対立から始まった戦争ですよね。 だから本来はもっと中国っていう意識があってもいいんですがその認識は弱いんですよね。でそ,それはその、まあ、東京裁判段階で形成されてくる歴史認識でもあるんですけどもまあどこに負けましたかっていうんでまさかに思い浮かぶっていうことからですねあの申し上げたいのは要は。 まあ簡単に言っちゃうとこの中国との戦争、まあ、中国あるいはアジア諸国との戦争に関わる側面とまあ英米などの欧米との諸国との戦争の側面っていうやっぱり二つの側面があると簡単に言うと言えると思うんですね。でそれは 昭和期の戦争を一年の戦争というふうに理解しますけども昭和期の戦争っていうのは実はですから日中戦争から始まる二国間戦争なんですね <laughs> 二国間戦争として始まるんですが41年になって突然多国間戦争に発展するわけでありますねだから全く違うステージに入っていくわけですよね でそこら辺のこう二国間戦争から多国間戦争へというこの移り変わりをどれくらい理解するかってことですでしかも41年段階ではまあ英米欧米の戦争の側面は英米が主的だったわけですけども45年8月になりますと突然ソ連が加わってくるわけですね参戦してきますでこれはまたなんか新しい話になってくるんですよね言ってみるとね まあ新しい段階に入ってきますですからそういう非常にですね複雑なもともと様相を呈してると思ってるんだということなんですよね。それからその昭和期の戦争の複雑性ということですが、まあ、例えば次にですねこの大東亜戦争っていう戦争の呼び方なんですね。 で41年の真珠湾攻撃後の41年12月12日にこの大東亜戦争と呼ぶという閣議決定が行われるんですけどもでそもそも戦争目的ってのは何なんだということをめぐって実はこれが統一されてなかったという問題があります。 えーまあ、簡単に言いますと「自尊自衛」っていうことがうたわれて基本的にはこの「自尊自衛」日本は ABCD 法彙人で取り囲まれもう経済的に立ち行かなくなり、えー、やむにやまれず、まあ、戦争先端を開いたんだとこういうふうな理解で言うと日本は自尊自衛のためにですね戦争を踏み切ったと。だからその、まあ、生存権 日本の生存を確保するために行う戦争であるということが一つあったわけです。ところはもう一方では、大東亜新秩序、まあ、大東亜共栄圏を形成するんだということが目的として謳われたりもするわけなんですよね。で、これについては実はですね、軍の中でも、あの、非常に批判がありまして、例えば、まあ、そこに書きましたけど、その内閣情報局はですね、 大東亜新秩序の建設っていうのをうたった今,期の今時の戦争の目的発表するんですけどもそれに対して、えー、大本営の陸軍参謀であります原四郎っていう少佐がですねそんなバカなことはないと戦争目的っていうのは自尊自衛なんだと大東亜共栄権の形成じゃないんだという批判をまあしたりするんですよね。しかし まあ、よくあの聞かれる、うん、アジア解放戦争って言い方ありますけど、これはもちろん、あの、この段階、41年12月段階では掲げられてません。その後、あと、まあ、後からアジア解放は歌っていくわけですね。ですから、まあ、そこら辺、こう、えー、大東亜戦争の、まあ、性格をめぐりですね、戦争目的をめぐって、必ずしも、 その政治軍事指導者間にです、ね、統一的なものがなかったというふうなことがあります。それからもう一つ、その閣議決定の中でですね、大東亜戦争というのはシナ事変をも含めて大東亜戦争と呼,称すると呼ぶというふうに閣議決定されました。で、これをどう読むかってことなんですね。 パッと読むと、シナ事変っていうことになると、まあ1937年からシナ事変は始まってますんで、そうすると、大東亜戦争っていう呼び名は、1937年に遡って適用される呼び名なんだと、考える人が出てくるわけですね。ただ、えー、41年12月以降ももちろん、中国との戦争、シナ事変は、 継続してるわけでありますですから同時代的にやってる中国との戦争を含めて大東亜戦争と呼ぶんだというふうに、まあ、41年12月以降を大東亜戦争という呼び方するんだという理解ももちろんできるんですね。これも統一されません。人によって実はさまざまに捉え、当時ですよ当時の人はやっぱり捉えるというふうなことがあります。だからまあ当時の人が いろんな捉え方をするわけでありますから戦後の我々がですねいろんな捉え方するっていうのはある意味ではあの当然といいますかその繁栄であるというふうな言い方もできるわけですねですからあの実はその戦争の呼び名がですね非常に多いっていうのが昭和期の戦争の呼び名が非常に多いっていうのがまあ多分日本における特色になります。 まあ一般的に言いますと太平洋戦争、それから大東亜戦争、15年戦争、で最近はアジア太平洋戦争っていう言い方もあります。世界的に言えば第二次世界大戦っていう言い方もあるんですよね。この第二次世界大戦も、えー、まあ一般、私などは1939年に、まあ、ヨーロッパで第二次大戦っていうのが始まったというふうに理解一応いたしますけども、 で日本人はあまり第二次大戦という言い方ですかしないで太平洋戦争が多いわけですけども、えー、8月に中国の,の国際学会に参りまして、えー、そこで、えーえーまあ、コ,ンコンと <laughs> 説明されましたけども現在中国においては第二次世界大戦は、えー、1937年から始まったと。ですから日中戦争があって でそこからも第二大戦始まったんだと、ね。今年、えー、大戦終結70周年今日戦争終結70周年でありますけども、えー、ああ反ファシズム戦争ですね70周年ですけども、えー、37年から第二大戦が始まったヨーロッパではなくて中国との局面から始まってそれにヨーロッパの局面が加わりそして日米の戦争が加わっていくというこういう構造なんだっていうふうに まあ,あの説明を受けましたけどもまあそういう理解もあるんだなということでまあこれもですからなかなかい,いろいろあるわけでありますね。まあちょっと話戻しますが、まあ、そういったあの戦争の呼び名ってのは非常にこう多いってことです。で実はこの問題はですね戦争の呼び名が多いだけじゃなくて先ほどの,その大東亜戦争を何年からと考えるか ということでまあ37年からって考える見方と41年からっていう見方をお話ししたんですけどもまあそれに象徴されるように実は太平洋戦争って言ってもですねどこから始まった戦争かっていう場合に満州自衛以降を含めて太平洋戦争であると考える研究者もいます。ですから実はこの分かったような分かりきったような戦争の呼び名なんですけどもいつから始まった戦争 を意味しててていいるののかっっうはははでですすね実はこれ一応ではありまません人によって違いますアジア太平洋戦争もそうです。41年からっていう人もいるしそうじゃなくてもうやはり31年からっていう人もいるんですよね。でそうするとですね、まあ、我々よくこの戦争の性格で自衛戦争だとか植民地解放だとか帝国主義戦争であるとかいろんなこう侵略戦争であるとか,いろ,るとかいろんなことで論争するわけでありますけども。 そもそも昭和期の戦争を考える場合にはですねあのあい結局いつから始まった何年から始まった戦争それで誰を相手にした戦争なのかっていうことをお互い共通理解を持って話さないと話が通じないということになっちゃうんですね。そこら辺がやはりその昭和期の戦争のある種の複雑さを表しているというふうになるんだろうと思います。 はい、それで、えーまあ、そういった、あのー、戦争そのものですね、昭和期の戦争そのものを持つ問題、複雑性ということもあるんですが、まあ、戦後の理解、そういった昭和期の,せの理解ということで言いますと、最初にお話ししましたように、しかしやはりそもそもの出発点は、 GHQ= 東京裁判の問題に行き当たるということになるかと思いますで、えーまあ、そこで提起されたですねその日中満州前日中戦争太平洋戦争というのが本当に連続する戦争なのかどうかを巡っては実は学会においてもですねそれは連続しないんじゃないかというふうな見方もが提起されたこともありますそれから まあ太平洋戦争っていうのは我々日米戦争として捉えがちなんですが実はこれもそもそもはですね日英戦争なんではないかとで、まあ、よく言われることですが日本の敵としてこの英米という呼び方が米英に変わってくるんですよねもともとは英米なんですよね それが、まあ、その太平洋、いわゆる太平洋戦争始まって、米英になっていくんですね。ですから、もともとの戦争、日本が対立してる戦争を、まあ、対立してる国っていうのはですね、主敵は、あの、まあ、イギリスだと。で、イギリスとアメリカが不可分の関係にあるんで、その、英米、対英米戦争、対米英戦争にまあ発展していくという、そういう構図だったんじゃないかというふうな、 そうするとちょっと見方が違ってくるわけですよね、やっぱりね。そうすると、まあ、そういうようなこう疑問が提されたこともあります。ただ一般的には、まそういうふうなみあの疑問が出されたこともありますが、まあ、一般的にはその昭和期の戦争っていうのは連続する一年の戦争であって、その執着が太平洋戦争、日米戦争であるという話なんですね。そういう理解をしているわけです。 だから日中戦争日中間の紛争から始まったにもかかわらず最後は日米戦争になってるとでこれをあんまり不思議と思わず一連の戦争として理解しているということなんですね我々はねだからどっかでなんか変わっちゃってるわけですよねでその変化はあんまりに意識しないとしかしやっぱりそこ、まあ今日もう 70, 70年 の時点でですね、やっぱりもう一回ちょっと考えてみる必要があるんじゃないかとそういった、まあ、ある種45年以降の以来のですね、はい、日本人が持っている抱いている昭和期、昭和戦前期理解のそういった仕方一連の戦争であり最後が太平洋戦争日米戦争に至るというですねそういう理解の仕方で果たして昭和期の歴史の全体像をですねつかまえることができるのかと。 理解すするこことととがでできるのかということですだから最後は日米戦争ってなっちゃうとどうしても中国アジアの側面が弱くなるとそちらに対する目を向けるのが弱くなるという,もう構造的な問題がやっぱりあるだろうということなんですね。そこで、えー、もう時間もだいぶ経ってきましたので最後のお話にいきますけども。 あのまあ、今日お話ししてきましたこの歴史問題歴史認識をめぐる問題というのが、まあ、今日なぜこんだけやかましいのかということですね。それで、まあ、この問題はですねその東京裁判あるいはニュールドイツにおけるニュールベルグ裁判に象徴されますように えー、大きい戦争第2大戦が終わった後の戦,戦争の終わらせ方戦争が終わった後一番重要なのは何かっていうと今までの敵味方が和解するってことですね和解して戦後二度,あ二度ともうこう,う悲惨な戦争を起こさないそういう仕組みを作ろうってことですよね。大きい戦争であればあるほど平和な世界をいかにして構築していくかと。 で、普通、普通って言いますか、この戦争、まあ、個人で言うと喧嘩ですが、この厄介なことはですね、えー、やられた方は必ず復讐しようと思うわけです。一般的には。やり返すっていう、やり返したいっていう気持ちがどうしてもあるわけでありますよね。だからこのやり返したいと、復讐したいと、復讐戦を挑むと。 この気持ちがずっと残っていく限りですね、実は戦後の平和構築っていうのは非常に難しいってことですね。旧敵国間同士が仲良くしていくっていうのは非常に難しいってことです。ですからこれを何とかしなきゃいけないってことなんですね。それで、まあかつてヨーロッパにおいてはですね、まああの、まあ、例えば1648年にウェストファリア条約という ものがが結ばれるんですが、まあ、それなんかにも象徴されるんですが、まあ、ウェストファリア条約っていうのは30年戦争っていう当時の非常に大きいヨーロッパにおける戦争の講和条約ですけども特徴的なのはその中にですね「えー、忘却条項」というのが入りまして「忘れる」ってことですね。今までのお互いやってきたことは忘れて忘れましょうと。お互い許し合って忘れようと。そして戦後の 平和構築をですね、えー、実現していこうという、そういう条項が入ってくるんですよね。まあ、えー、許して忘れるということです。戦争中のことは、まあ、水に流すと、お互い様と。いう、そういう考え方が一般的だったんですね。で、まあ、基本的に言うと近、あの近代の戦争においては、そういった条項が入ってきたりするんですけども、 ところが第一大戦第二大戦というですねもう規模が非常に大きい総力戦になってきますととても許すっていうことがですね難しくなってくるとまあ1648年段階ですと言ってみれば王様同士の戦いであると諸侯同士の戦いであるというふうなことになってきますけれどもそうじゃなくて国民が戦争に参加してますんで 多くの国民にとってですね、その戦争ってもう忘れられないという話になってきますね。と、許すけども忘れないと。許して忘れるではなくて、許すけども忘れないという。それが、その新しい戦後平和構築の基本的な考え方になってきますね。で、忘れないっていうのは、えー、その二度と悲惨な こういうい戦争過ちを繰り返さないためにも過去の歴史っていうのは決して忘れちゃいけないんだっていうそういうことで忘れないってことですねだか,だから皆さんも戦争のことは過去のことをそういう意味で忘れちゃいけないとそれはしかしなぜ忘れないかっていうと二度とそういう悲惨なことを繰り返さないためにっていうふうに習ってきたと思うんですねだからそういうい二度と 悲惨なことを繰り返さない。平和な世界を構築する。そのために忘れちゃいけないってことなんですね。ただ忘れないっていうことはですね。いつまでも忘れないってことは、やっぱり感情が残ってきますんで、まあ、そこに状況が変わり、いろんな敵あるいは偏見が生まれてくるとですね。忘れないが故にそれが。 その両国間のの、ね、対立の種になっってていいいくというそういう危うそ危さを持ってるってことですねだから歴史問題が、えー、歴史っていうのはその平和構築のために忘れないっていう話だったんだけどもところが逆にそれが紛争の種になってくると対立の種火種になってくるというそういう可能性を持った非常に危ういこの和解の方式が第二次世界大戦後ですね導入されたと。 ということですだからこれはお互いある意味で言うとあの不満が残るかもしれないですね。でもそれをやっぱり理性で納得して、えー、受け入れるということがまあ非常に重要です。それがまあ講和条約ですね。ですから日本で言えばサンフランシスコ平和条約の体制っていうのはやっぱりそれを崩すっていうことはそもそもの戦後の世界の 歴史上の立脚点を崩すってことになりますんでまあこれは非常に危うい話になってくるということですだからいかにしたら歴史をですね対立の左にするんじゃなくて和解の糧にすることができるのかということですですからこの和解あるいは仲良くする両国関係が仲良くするっていうのは一度そういう状況ができたから永遠に 続くわけでではないってことこすね常にお互い仲良くする和解しようというそういう気持ちを持って関係を構築していく必要があるということになるわけですですからこの歴史問題というのはそういうですね、えー、改めて和解し直すその糧にいかにできるかとするかというところから考えていかなきゃいけないと。 いうことなんですねで、まあ、違いだけではなくて、えー、共有する部分というものをやはり考えていかなきゃいけないということですただまあ、一般的に歴史認識の共有という問題が言われるわけでありますがまあ、これはなかなか言うは安く行うのは難しいわけですね歴史認識は歴史理解はそれぞれの国の 国単位で言えば、それぞれの国の、やはり、歴史文化を背景にして、時代状況を背景にしてもられてきます。まあ、簡単に言えば、ナショナル、ナショナリズムと結びつく、そもそも問題であると。それぞれのナショナリズムがあるわけですから、そこに、そこで対立が起こりやすいというふうなことになります。えー、ですから、これは、あの、 歴史認識を共有していくってことは目指すべき終着点かもしれないんですが、まあ、その事前の策としてしかし考えられるのは歴史資料をまずは共有していくということじゃないのかっいうことなんですね。資料を共有するとお互いの国が持っている資料を公開するということです。実はこの資料の共有っていうのは必ずしも行われているわけではありません。 えー、でかそういったその資料を共有していくと、まあ、日本でいうと、日本の公文書、えー、かつての旧陸海軍文書、まあ防衛、防衛省が現在持っておりますが、あそれから内閣関係は公文書館、えー、外交記録は外務省の外交資料館が持っておりますけれども、その3館の公文書は現在、えー、アジア歴史資料センターというものがあって、そこで全部デジタル公開されています。 ですから世界中の人がいつ,いつでもどこでもただで生の資料を見るということができる状態になっています。ですからまあ各国がある意味で言うとそういう状況に持っていくということは非常に重要な点になってくるんですね。それからもう一つ重要なのはですね、あのその日中歴史共同研究っていうのはありましたけども、まあ、そこの報告書で書かれていることなんですが ここういういとが書かれてるんですね。日中双方の研究者はたとえ相手の意見に賛成できなくとも相手がそう考えるのをある程度理解できるという学術研究領域の段階に達したということです。要はですからもともと違うんですよね考え方理解の仕方。でそれを違うと言って否定するんではなくてまず必要なのは相手がなぜそういう理解の仕方をするのか認識の仕方をするのかと。 いうことです、ね、だからそれに賛同する必要は別にないんですけども少なくともなぜそういう考え方をするのかというのを我々は理解する必要があるとまあこれはお互いの話なんですが、えー、理解する必要があるだろうとそこから、まあ、ですから違いを違いとして認めるというところからですねやはり考えていく必要があるんだろうということです。 まあそういう点で、えーまあ、やはり歴史研究者同士の交流であるとかですね、まあ、そういったことは非常に重要な点になってくるだろうというふうに思います。えー、ちょっとだいぶ時間過ぎましたが、最後に一言、ま言、あ、歴史っていうのは多様な側面があります。戦争をめぐって言うと、いい面も悪い面ももちろんあるわけでありますね、あるいは今,今回お話しできませんでした、植民地支配の問題もあります。 それもいい面悪い,い面あるわけでありますけれどもそういった多様な側面をですねいかにバランスよくそして正確にですね理解できるかっていうことが歴史理解については非常に重要だと一面的なあの理解っていうのはよろしくないということですねですからそういう多様なあの多面的な理解側面を理解していく正確に理解すると。 いうことによってですね、歴史っていうのが政治化するんじゃなくて、歴史を歴史化していくということにつながるわけでして、やはり歴史は歴史化しないとダメなんですね。いつまでも政治問題の道具にされていたんではよく,よくないということです。いかに、ま、格別的な意味で歴史化できるかという、それがまあ非常に重要なんだろうということになります。 はい、ちょっと時間があの長くなりましたが、以上であの私のお話を終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。 はい、えー、とせっかくの機会ですので、えー、とご質問ある方はぜひ教師をお願いいたしますただし、えー、とですねあの録画しておりますので、えー、と名前はちょっと控えさせて、えーとまあ、あの学生の方は、えー、と学部、学年程度で、えー、と止めていただければなと思いますがどなたかご質問ありますでしょうかえと、まあ日本に住んでる外国から来た特に最近、ちょっと問題が、まあ 発生している国から来た留学生なので、ちょっとこういう人にも関心があって参加しましたけど、私がちょっと前線に伺いしたいのは、全ての国が異なる歴史認識を持っているので、それをまあ認めなければならないというのはその通りだと思います。しかし一方でそれがすべ、まあ本当に全ての歴史認識を正当化できる魔法の言葉になれるのかについてちょっと疑問を自分なりに持ってますけど、例えば、 その一方で、ある一部の歴史を、歴史はちょっとタブー化されるべきではないかという認識。例えばそれ、欧米とかに行ったら、ナチスとかヒトラーに関する表現を、例えばまあ、私は私の歴史認識に基づいて、まあ、ヒトラーとナチスは本当に素晴らしいことをやった、ということの内容を出版したり、まあ、説明したりしたら、まあ、本当に刑事的な罰はもしろん社会的にも徹底的な倍増をされる。そういう仕組みを持ってますね。 私もそれを見てある手我々が日本人であるが中国人であるが韓国人であるがそれ上に人間であったら最低限守らなければならない線が私はあると思いますのでそれがそれまさしく人間の尊厳というのがあって歴史認識だとして全ての歴史認識をそのままうろみに受け入れてもいいのかそれともこういう最低限守らなければならない線があるのではないかという。 疑問はあります。この点についてどう思っていらっしゃいますか。はい、どうもありがとうございます。あのちょっとあのもしかしたら誤解を与えたかもしれないですが、あのまあ、歴史認識をそのすべての歴史認識を受け入れるっていうことはあのまずはその拒否するんではなくて、えー、相手の主張に耳を傾ける必要があるということなんですよね。それでもちろん。 えー、そういった、えー、とお互いの歴史の見方がですね、えー、に共通項が増えてくるっていうことが一番望ましいわけでして、えー、ですから受け入れるっていうのはまず第一段階の話だということですでそれをできるだけ一致させていく方向にやっぱり努力すべきだろうとでその際にですね今あ,のあなたがおっしゃったような、えーまあ、その人権を尊重するとかですね人権上 の問題であるとかまあそういったあの観点みんなにきゅ共通しうる観点というのは当然あると思いますそれは今でもあると思うんですけどもまあそういうものを一つの基準にして、えー、その一致させていくということはあるんだろうと思うんですねただまあもう一つはですね認識っていうのは基本的に言えばやはり事実関係に基づきますので その事実を確定していく、歴史的事実を確定していくということが、まあ、まずはさらに言うと重要だとそのために最後お話しした資料の共有っていう問題ですねが出てくるんだろうと思いますで、まあ、しかしもちろんじゃあ歴史的事実はみんな同じなのかっていうとそこがまた問題になるわけなんですけどねあるいは詰めきれない問題があるわけですよね 例えば、軟禁虐殺って、あの虐殺は確かにあったと。まあ、これはもう否定できないと思うんですね。ただ、じゃあ人数はどうだっていうことになれば、これはやっぱりいろんな見方が出てくると。で、やっぱり過去に起こった出来事ですから、すべての資料がもちろん残ってない。ですから、事実を確定していく段階でもうこれは難しいという事実は出てきますよね、事実の側面はね。 まあそこはやっぱり限界ですねでその時にしかしそこの問題をどう考えるかってことですね。だから例えば日中歴史共同研究ですとあの南京大虐殺があったとかなかったとかっていうところではもうあのそういう議論はしてないわけですよね。ですから学術的に言えばまずはそこが最低ラインとして共通項が存在するってことなんですよね。 まあそういうそういう風にあの一歩一歩していくってことが重要なんだろうというふうに思います。よろしいでしょうか、ね。はいありがとうございました。はいえっ、ー、と他質問ありますでしょうか。 じゃあすいません私からありますけれどえと要するにまああの歴史的なその事実とかそれのですねまあ一番むず難しいそれある意味では一番難しい点というのは私も同感でえと今のようにその研究者の間ではえと南京虐殺はもうあるという前提になっているという話はあ,のあってもそれがいわゆる広く一般になるとか えっと政治家の間でも認識とかそういうようなものっていうのはやはり無理なものなのかそれともどうどうすればそういうようななんでしょうかその共通の認識を持てるようになるのかとかなんかそのようなことに関しては何かあ,のありますでしょうかそうです、ね、はいどうもありがとうございます非常にあの根本的なところで <laughs> あのそうなんですねそれであの 歴史認識とか、まあ、あのその歴史理解ということを考える場合にあの実はまあ大きく言えば少なくとも3つぐらいのレベルがあるんだろうと思うんですね。その個人の認識のあり方それからその国であるとか社会が共有している認識のあり方それからまあ学術研究が打ち出してくるような認識の仕方っていう。 それで、私自身は、基本的に言うと、やっぱり歴史研究は、あの、まあ、歴史の学術研究者が行っている、えー、その認識の仕方、イメージがですね、まあ、社会に共有されていくっていうことが、まあ、望ましいんだろうな、というふうには思うんですが、えー、そこで重要になってくるのは、やっぱり教育、 の問題であるとか、まあ、だからこそ教科書の問題であるとかですね出てくると思うんですがあの、まあ、政治のレベルって言いますとこれはもう学術研究の学術的な認識のレベルとはやっぱり離れてしまうということになると思います。ですからまあ私個人の望みとしては政治家の方々はあよく 評価は後世の歴史観に委ねるっておっしゃるわけでありますから、委ねていただいてですね、もうあまり発言されない方がよろしいんじゃないかというふうにまあ思いますが、ですからそれはもう全く学術研究レベルとは違うものが関わってくると、どうしても <laughs>。 出てきてきしますでその,あの特に政治家、まあ、国レベルはその時代状況によってもまた変わってまいりますしですからそれを止めることもできないんですけどもただあのやっぱり歴史研究を尊重する少なくとも研究者が、まあ、あのの成果を尊重していただくということは、まあ、非常に重要なことじゃないかなというふうに思いますあの、まあ、ちょっとそれでこれはあれですけども えー、歴史研究はあのまあ簡単にできるといえばできる領域かもしれないですね一般の方々も。ただあのやっぱり重要なのは資,資料をどういうふうに読んでいくかっていうことになりますんでこの資料をどう読むかというのはやはりかなり訓練されたものがないと資料を正確に読み解いていくっていうのは非常に難しい話になってきます。 ですから一般的にはよく行われてくるのは自分の都合のいい資料をもとにして一面的な歴史図を作っていくっていうことはやっぱりどうしても起こりがちになるわけですけれども少なくともまあ学術研究者本来の歴史学の研究者っていうのはそういうような見方はもちろんしないわけでありましてですからそういったあ,のまあ,ある種そういう専門家の 学術的成果をもうちょっと、えー、尊重していただければ <laughs> ありがたいというのが、まあまあ、私個人の考えですけども。はい政治家の見解以外にやっぱドラマとかですね、はい、小説家が書く歴史ってありますよね司馬太郎とか大河ドラマとか,とかですねああいうものの影響をものすごく一般の。 国民とかですね、えー、やっぱり我々は受けるんですけどもそうなるとやっぱり小説家歴史小説家の功罪っていうのは大きいんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうかそうですねあのまさにおっしゃるとおりでまあ悲しいことに我々が書くものはベストセラーになることはほとんどありませんので <laughs> あるいはまあ読んでいただくことすらですねかなり難しいわけでして書店に行けばやっぱりそうじゃないまあそうじゃないっていうのは 学術研究所じゃないものが非常に多くあってそちらの方が読みやすいですし理解しやすいですからあの皆さん読まれると思うんですね、まあ、学生の方もよく勉強される方っていうのはそういうものにたくさんよく読まれている方が多いと思うんですねただそれは、えーあのまあ、私の希望で言うと、えー、そこから次の段階 ですからメディアから受けるそのイメージとかですね、理解の仕方っていうのは当然あるんですけどもその次の段階として、えー、もう一方あのじゃあ専門家はどういうふうにこの問題を扱ってるのかなとあるいはその時代の元になる資料っていうのはどういうものなのかなっていうのを自分で確かめていただければですねありがたいなって思うんですね。 で先ほどちょっと申し上げましたように日本の公文書資料で言いますとアジア歴史資料センターでとにかく今アクセス生の資料にアクセスできますので即見ることができるんですよね。そうするとそういうのを見てあの自分の目でですね見て考えてもう一度自分なりの歴史理解あるいは歴史イメージを形成していただくと。 いうううこととが重要なんんだろうと思うんですねでその一歩を進めるためにはですねあのやっぱりなぜあるいはどうしてっていう問いをやっぱり自分で持つっていうことだろうと思うんですね。テレビラジオ映画から出されてくるそういう歴史のイメージをについてじゃあこの部分なぜそうなんだろうとかですね。 どうしてっていうそういうやっぱり問いかけが自分で発,生発することができないと次の段階にはやっぱりなかなかいかないと思いますんで常にあの歴史っていうまあこれは何学問的には何でもそうだろうと思いますけども特に歴史の場合はそれをそのまま受け入れるんではなくてあのなぜこうなんだろうなぜこういうふうに解釈するんだろう理解してるんだろう伝えられてるんだろうと。 いうことをですね、あの常に問いかけていくっていうことがやっぱり必要です。で、それはあの先ほどお話ししましたように歴史はやっぱり多面的なものなんですよね。一面的なものじゃないです。必ず違う側面ってのはあるんですね。もう簡単に言えばこちらの見方じゃなくて相手の見方、相手の方から見ればこれは全く違うものが見えてくるはずなんですよね。ですからそういう常に違う見方があるっていうことを意識していただく。それがすべてではないっていう今。 我々が習ってるあるいはイメージしているものが全てではない違う見方があるんだと違う面があるんだということをやっぱりあの常に意識していただく必要があるんじゃないかというふうに思いますそこはなかなか難しいところなんですけどどうしても自分の考えっていうのはなんかもうそれで全てと思いがちですからでそれがあの正,正義っていうのに結びつくとこれはまた厄介な話になるわけでして。 だからたあの正,正しいとか間違ってるとかっていうのはですね私自身は歴史理解にはあんまりあの適さない言葉じゃないかと思いますより正確にその歴史的事実を理解していく正確にってことは重要だと思いますね正しいとか正しくないっていう価値観であまり見てはいけないんだろうと正しさっていうのは時代によって変わりますから 国によっても変わりますだからやっぱりどうその時の時代の目で見る必要があるわけですよね。その時に例えば昭和期の日本人は何を考えていたのか、なぜ戦争なら戦争に訴えたのか、それはやっぱりその時の目に立って見なきゃいけない、理解しなきゃいけない。そのためにはし、まあ、繰り返しになりますが、その当時の資料を見る必要があると。自分で生で見て、それで自分なりに理解していくということだろうと。 ですから、まあまあ、人のものはもちろん参考になる、あのまず第一段階必要なんですけれどもあの、いろんな本を読まれたら、やっぱり資料に当たっていただくというのが、まあ、より深く歴史を知るためには重要だろうというふうに思いますはいえっと何かありますでしょうか、もうちょっとだけ時間ありますけれど。 お話ありがとうございました。えっ、ー、と、忘れることと忘れないことですが、忘れないことが、まあえっ、ー、と、悲惨なことであるというふうなことを忘れないと言われたかと思うんですけども、えー、とウェストファリア条約ですかそこで言われた,いたのと、あの、社会の 状況がまた変わって20世紀以降の,その戦争を忘れることと忘れないことの大きな変化が起こったというんですがその悲惨さを忘れないということをもうちょっと延長してあのお話しいただけますかはいえー、っとあのあの まずあの許して忘れるっていう考え方の背景はですねやはりキリスト教的な精神が、まあ、宗教の問題があるということになりますただまあその宗教的な問題キリスト教じゃあキリスト教世界だけかその許して忘れるっていうのかっていうと彼女もまあもちろんそうではない側面もあると思いますが、えー、一般的にはやっぱりこのキリスト教世界のその許しの 問題といいいううううのがあるんだろうというふうに思いますでただあの、えー、近代の戦争、まあ、第一次大戦第二次世界大戦が、まあ、それいい以前の戦争と大きく異なってくるのはやはり、まあ、先ほどもちょっと触れましたけども総力戦という段階になってきて、まあ、多くの国民が戦争に参加してくると。 でこれはあの男性だけが参加するわけじゃなくて女性も含めてですねそれからあの、まあ、幼い子どもも老人も含めてっていうことになりますが、えー、そういうあらゆる形でこう戦争に参加していくっていうことが生まれてくるとで被害も非常に大きくなってきますね。 身うまあ、自分の身内、あるいは、まあ、あの、に必ずうん、その被害者が、必ずと言っていいほど被害者がいるという、そういう状況になってきますんで、そうすると、忘れようにも忘れられないという状況になってきます。ですからそう、それをどういうふうに克服するか、まあ、忘れない、だからもう忘れられないんですよね、とにかくね。しかし、忘れられない そういう感情的なものをどういうふうにしてその復讐心に転化させないかということが一番の問題になってくると思うんですね。あるいはその利害対立にしないかということなんですね。でそれはやはりあの理性だと思いますね理性的。その理性でその復讐心を抑えていくそのための道具立てとして。 その国際軍事裁判という方式が取られたと。でまあそのもちろん勝った者が負けた者を裁いた側面がはあるわけですけどもただ東京裁判にしても46年5月から48年の11月まで長期にわたって行われますし全部公開されてますしそういう透明性があるわけですし。 それから、まあ、その裁判のやり方にのっとってですね行われてますそれで、まあ、裁判の結果のに対しては裁いた側も、まあ、特に昭和天皇を裁かなかったということで例えば裁判長自身が不満を抱いていると少数意見を出しているというふうなこともあるわけですし。 あるわけですねですから裁いた側も不満がある裁かれた方ももちろん不満を持ったかもしれないんですけども、まあ、お互い様みたいなところはあるんですよねだからそこはやっぱり理性で受け入れていかないといけないんだろうと、まあ、そういうふうな仕組みとして、えー、いくと。でとにかくあの平和な世界を 実現していくためにそのために忘れないんだっていうそういう方向性がやっぱり重要なんだろうと思うんですね。復習するために忘れなないいんんじゃないんですよねでも往々にしてそこと結びつきやすいわけですよね。それはですからやはりあのそこを抑えるのもやはり理性なんだろうと思うんですね。ただそこをなかなかその感情に火をつけようとするのがまあナショナリスト。 まあ側面がどうしてもいろんな政治状況の中で生まれてくるということなんだろうと思うんですけどもまあ,あのそういう非常に危ういいずれにしてもですね歴史をめぐってはその危ういそもそも構造になってるんだっていうことですね歴史問題は解決するってことはないですですからそういう意味ではいつまでも残るんだと思うんですね。でもそれを とにかく対立の火種ではなくて和解の糧にしていくっていう努力を続ける必要があるとそのために忘れないっていうことが重要になってくると思いますね。だからもう一つはそのやっぱりこれ加害被害の問題がどうしてもありまして被害者にとってはですねその被害を受けた事実そのものを加害者がそれこそ忘れてるというのはこれは非常に許せない話になるんですよね。 やっぱり被害者の方々がその自分たちの,その感情的に許せない心をうん許せるようになるのはですねそれなりの癒しが必要なんですよね、やっぱりね相手を許そうという気持ちが被害者の側にですねそういう気持ちになってもらわないといけないんですよねそのためには少なくとも加害した側はですねその事実をやっぱり忘れないということがだからそれを後世に伝えていく。 ということとが必要なんですねとにかくその被害の事実を加害者側が知らないっていうのはですねまあ感情的にもう許せないっていう話にまたなってくるんですね。ですからそういったあの最終的にはまあ個人と個人、まあ、あの国家間の話はまたのまた別のレベルにもが関わってきますけども個人同士のレベルで言えばやっぱりその。 一人一人の人間の感情の面でいうとですね、そこらへんの,その感情的な面をいかにこう癒していくかということは非常に重要になるんだろうと思います。ですから、さらに言えばひど,いことひどいことをされた被害者の方々がとにかく加害者を許そうという気持ちになっていただかない限り問題は解決していかないと。ですからそれを そういうふうになっていただくためには少なくとも加害した側がそれなりの努力はしなきゃいけないということですあの加害側が努力しない限り絶対それは和解は成立しないということだろうと思いますはいえっ、ー、とちょうどもう時間が来ましたので、えー、とこの辺で終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました